演技。演技、演技、プラティティアサムトパーダ、パティッチャサムパーダとは、他との関係が縁となって正規するということ。すべての現象は、原因や条件が相互に関係し合って成立しているものであって、独立自尊のものではなく、条件や原因がなくなれば、結果もおのずからなくなるということを指す。仏教の根本的教理、基本的教説の一つであり、 釈迦の悟りの内容を表明するものとされる。因縁性、縁性、因縁法、この縁性とも言う。主事の縁起説は、煩悩、枠行為、合苦能、苦を骨格とするが、無名を根本原因とする十二の項目からなる、縁起説、十二因縁が次第に定着した。後世には、縁起の観念を分けて、合観縁起や雷マリア縁起などの小説が立てられた。 初期仏教及び部派仏教までの段階の演技説は、迷いの世界、優位のみを説明するものであり、悟りの世界、無意は、演技の中に含まれなかった。この段階までの演技説においては、悟りは演技を超越し演技の滅ぼした世界であると、された。初期仏教時代の演技説は、苦しみ悩むうじが主題であったため、老死という苦しみの原因を無妙に求める十二、 死演技、十二因縁説が代表的なものであった。経典によれば、釈迦は演技について、と述べた。またこの演技の方は、と述べ、自らはそれを敷地しただけであるという、演技を表現する有名な式として、自説教では、と説かれる、部派仏教の時代になり、部派ごとに、それぞれの阿弥陀馬、論書が書かれるようになるに伴い、釈迦が説いたとされる。 十二支演技に対して様々な解釈が考えられ、付与されていくようになった。それらはおおむね、主情、右情、生物の行、カルマを元とする枠縁、煩悩、行も得かすなわち枠合苦の因果関係と絡めて説かれるので、総じて合換演技と呼ばれる。部派仏教の時代には客観世界や客観的現象まで説明しうる演技説として、 説一歳有部の、六院、四園、五館や、南方上座部の二十四園も解かれた。説一歳有部では、十二支演技を、過去よ、現在よ、未来よの三世にわたる豪の因果関係と見る三世両重の、合館演技説が解かれた。有力部派であった、説一歳有部においては、十二支演技に対して、式季宮市論で、同時的な系列と見なす解釈とともに、 時間的景気関係とみなす解釈も現れ始め、初次論では十二支を過去、現在、未来に分割して割り振ることで、輪廻のありようを示そうとするといった、口述する三世良重、の因果の原型となる解釈も示されるようになるなど、徐々に様々な解釈が醸成されていった。そして、バーサロン及びクシャロン、順庄理論等では、 といった四種の解釈が示されるようになったが、結局三つ目の分演技が、他の解釈を駆逐するに至った。説一切有部では、この分演技に立脚しつつ、十二種を過去、現在、未来の三つ、正確には、過去元、現在か、現在元、未来かの四つに割り振って対応させ、過去現在、過去元現在かと現在未来、現在元未来かという二つの因果が,が、過去、 現在、未来の三世にわたって対応的に二重、領重になって存在しているとする、輪廻のありようを解く、体制学的な三世領重の因果が唱えられた。なお、この説一切有無の三世領重の因果と類似した考え方は、現存する唯一の部派仏教である、南伝の上座部仏教、すなわち、スリランカ仏教大寺派においても、 同様に共有、継承されていることが知られている。また、節一切うぶでは、こうした、主情、右情、生物のありように限定された、合間演技だけではなく、死なるや死論に始まる、一切有意、現象、非造物全般、万物、死んだ万象のありようを表すもの、すなわち、一切有意法としての縁起の考え方も存在し、一定の力を持っていた。 大乗仏教においても、部派仏教で唱えられた、様々な演技説が批判的に継承されながら、様々な演技説が成立した。初期の般若経典は、演技する処方の本質は空であるとし、個別の特徴を持たない、無双とした。それゆえに、すべての執着を離れることが強調された。リ樹ナーガールジュナは、説一切ウ部が、処方に、固有の性質。 自称を認めた上で、演技や因果を説明することを批判した。龍樹は、諸法は空すなわち、無自称であるから演技し、また演技するから、自称を持たず空であるとした。龍樹は、般若行に影響を受けつつ、中論等で、説一切有無などの法を言う、5位七十五法説に、批判を加える形で、有意、現象、非造物も、無意、非非造物、 常住実態もひっくるめた、徹底した、相違性、相違使用、相互依存性としての演技、いわゆる相違性演技、相違性演技を解き、中願派、および大乗仏教全般に多大な影響を与えた。中村元によれば、中論の主張する演技は、部部の演技論とは著しく相違するが、後世中国の下言宗の崩壊演技の思想には、非常に類似しているという。 公開演技の説においては、有意法、無意法を通じて、一切法が演技していると説かれるが、その思想の先駆は中論に見出されるという。有意識派では、演技は、式の天変の意味であるとし、荒屋式、真奈式、六式が、相互に因果となって転変することを指すとした、荒屋式演技が説かれた。海心密教では、ないマリア演技が説かれる。 荒屋敷からの縁起を唱える説。現象世界を、真女、如来像が縁に従って現れたものと見る、真女縁起、如来像縁起が、如来像思想に見られる。現象世界をそのまま真女であると見る、崩壊縁起、従々無人縁起が、中国の化合宗において形成された。化合宗では縁起を、起縁説起という意味に解する。この、起は、人間。 主張を意味し、演技は、人の素質の良し悪しに応じて、説を起こすことを意味する。演技陰文という。これは、悟りは、言語や詩を超えて、不可説のものであるが、主張の権に応じるため、この解けない悟りを解き起こすことを指す。化言教十字品では、有心演技が解かれる。三回、四回、四季回、無四季回の演技を、一心、有心の権限として唱える。 説、三外一心、三外有心。それぞれに性質と作用を持つ六大、地、水、火、風、空、四季が、大日如来の本質として実在し、また、世間の生物や事物としても実在して、相互に無下融通しながら万法に偏在している様を、六大器と呼ぶ。空海が、崩壊演技説を踏まえて六大演技説を体制した。 主言道でも六大演技が説かれる。本記事で解説した仏教用語としての用法の他に、下記のような語義がある。岩波仏教辞典は、これらの語義は仏教用語としての演技が転用されて生じたとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。